はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活も気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日でね、骨髄移植をしてからね、900日目でございます。あと100日でね、1000日ですけどね。でね、まあ、当たり前のことなんですけども、あと3ヶ月と10日でね、1000日なので、今よりもね、状態が良くなることをね、願います。でほんでね、今日は先日の通院で内科、眼科、歯科をね、受診してきたんですけども、内科と歯科はね、まあ、この2日間でね、お話ししてきましたので、今日は眼科のお話をします。連日の動画でもね、目が開いてないのでね、まあ、見えにくくなる瞬間がね、まあ、1日の中でもね、たびたびあるんですけども、しっかりとね、目薬をさしてね、ケアしておりました。それでも調子はね、いまいちよくありませんでしたので、回復しているとは思ってなくてね、そんな状態でね、まずはね、視力検査からね、始まったんです。でもこの日もね、乾燥がひどくてね、目が開けにくかったのでね、視力検査にはね、手こずってね、時間がかかりましたけどもね、この視力の低下はありませんでした。その後にね、また今回もね、写真撮影がありましてね、前回ね、この初めて入ることになった特別室に案内されてですね、今回もその部屋見て撮影を行いました。前回はね、診察の途中にね、急遽移動してね、写真撮影を行ったんですけども、今回は前回の黒目のね、傷の状態もあったんで、診察前にね、行いました。この黒目のね、傷がね、どうなってるのかはね、まあ、自分でも気になってたんですけどもね、まあ、今回も入ったらね、蛍光塗料を塗られて、まあ、されるがままにね、撮影が進んでいきました。でその動画をね、撮ってきたのでね、ぜひね、ご覧ください。まばたきしてもらっていいですか。撮影します。そのまんまです。そのまま見てください。一回まばたきしてください、ね、開けてください。もう一回いきます。そのままです。今度反対しますね。上見てください。パチパチしてもらっていいですか。このままで。すごい黄色いですね、これ。うん、そうですね。蛍光塗料ですよね。そうですね。前にも聞いたんですよ、これ何ですかって。傷どうですか。めっちゃ傷いってますよ、やっぱ僕って。あのね、一応先生からも多分お話があると思います。はい。はい、動画見てもらったんですけどもね、まあ、この動画ではね、見にくいんですけども、まあ、ご覧いただいた通りでね、蛍光塗料を塗られて、青い光にね、反応して、傷の確認を行います。まあ、このね、写真撮影の検査員の人もね、不思議がってましてね、だってこんな動画を撮る患者さんなんかがね、他にね、いてないと思うんですよ。でも、こんな非日常的なことってね、まあ、眼科に通院してなかったら、まずないので、貴重な体験やと思うんですよ。まあ、眼科に通うことが本来ならば、望ましくないことなのでね、別に体験しなくてもいいことなんですけども、まあ、でもやっぱり珍しいということでね、自分がどんなことをされているかを知りたくてね、自然に手がこう動いてしまってね、撮影してたんですよ。ほんでやっとね、診察が始まる時間になってですね、美人眼科医のいるね、診察室に呼ばれてね、問診、触診、視診がね、始まりました。いつも通りね、こんな機械にね、こう顔を乗せてですね、光を当ててね、見てもらうんですけども、やっぱりね、目が痛くてね、開きにくくてね、先生の指でこうまぶたをこうこじ上げられたりね、僕自身もこう頑張ってね、ぐわーって目を開こうとしてもですね、もう3秒も開けてられなくてね、すごいしんどかったです。それでもなんとかね、視診を終えたらね、
傷が治ってなさそうですねと言われてね、まあ、先ほどのね撮影した画像をね、あの先生と二人でね確認したんですよ。そしたら前回よりもねこの両目ともですね傷がバッて広がっててねひどい状況になってました。こう前回まではねこう黒目の下半分にね、まあ、少しバッて傷があったんですけども、それの幅が今回広がってて、しかもね上半分までこう細かい傷がねパパパパッと広範囲にね点々と広がってきてました。あのね素人の患者の僕がねその画像を見ても分かるぐらいだったので、これはひどいなと思いましたね。ほんでね、まあ、このことがあったので目薬がねもう一種類ね増えました。でその増えた目薬もですね、まあ、以前にも紹介したことがある市販の薬なんですけども、それをね頻繁に刺すようにと言われました。でその理由としましてはですね、今までの目薬もらってた薬もねその本当は何回も刺したかったんですけども、これは回数が決まっていまして、しかもねそれぞれはね防腐剤が入っているので、痛かったり乾燥のたびにですねもう頻繁に刺せるもんじゃなかったんですよ。しかしね今回の新しく増えた目薬っていうのはね防腐剤も入ってないので、まあその、まあ、蓋を開けたらね1週間ぐらいで使い切れないとねいけませんけども、まあ、気になるたびにですね何回も刺せますので、乾燥でのまぶたの摩擦によるね黒目の刺激がね軽減されます。でこの新しい薬はね他の今までの薬と比べてね結構形状がねサラサラしているので目に馴染みやすいんですけどもね、その分目を保護されてる感がね少ないので、刺しても潤ってる感がねすごい感じにくいんですよ。だからねこう以前にね一回使った時もですね、その買った分はとりあえず使い切ったんですけど、そのまま買い足さずにその後は使ってなかったんですよね。まあ、それがあかんかったんですよねきっとね。こうまああのままね長期にわたって使っておけばですね、今頃はこの目の痛さもね軽減されてたかもしれませんのでね、まあ、後悔したのでね早速帰りしなりに聞いて買いました。これからねまたその増えた目薬をね頻繁に刺していって、少しでも傷をなくしてね目の GVHD がね悪化しないようにしていきます。まあ、そんな感じでね黒目の傷は悪化していて目薬が一種類増えたというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。